こんにちは、梅です。春の野に入れてキノコ摘む。キノコは人と隣り合わせだから判別できるものだけにしています。初心者にも簡単に判別できる。その辺に生えているけど発見は結構大変。でも食べて美味しい編笠竹です。菌種に食毒不明のものがあったり、放射性セシウムによる影響など不明なことも多く、おすすめはできないので、ババのたわごとと思って笑ってね。でも私はいつも探してるよ。ライバルも多いよ多分。編笠竹は英語でモレル、フランス語でモリーユ。フランス料理では高級食材の春キノコです。木と共生してたりしてなかったり、いろいろなところに生えるらしい。公園は採取は禁止、でも落ち葉やキノコ程度なら持って行っていいって。あー、編笠竹発見。多分尖り編笠竹。ヤッホー、どんだけ嬉しい。アドレナリン出まくり。ちっちゃめ発見。多分茶編笠竹。黒くないし丸っこい、かわいい。またまた違うタイプ発見。多分茶編笠竹の幼菌。あっちにもある。発見発見。気持ち悪い？かわいい。はい、編笠竹ゲット。編笠竹には微量のジロミトリン、ギロミトリンとも言うと、ジロミトリンが水と反応してできる下水分解物、猛毒のメチルヒドラジンがあるそうです。ヒドラジンは気化しやすいとのことで、干してから調理します。旨味も増すに違いない。その前に雨上がりで砂とかついていそうなので洗います。ヒドラジン発生してる？このまま火を通すときには換気扇を回せとか、フランスじゃそんなことしないとか。しばらく水につけておくと虫がいれば出てきます。今回も1匹出たけど、閲覧注意のためカット。中は空洞です。デコボコも流水でよく洗います。比較的しっかりしたキノコなので崩れにくいです。振って水切りします。えいえい。水が切れたら干します。ちょっと風が強いのでいつもの網を使います。飛んでいっちゃったら泣く。よし。天候にもよりますが、2、3日で乾きます。丸2日経ちました。乾物になっていますね。干し編笠竹完成。ジップロックなどで保存します。長期保存するときは乾燥剤を入れて冷蔵庫で保存します。早い方がいいかなってすぐ使うけど、1年持ちます。1年経っても大丈夫、乾物ですから。冷蔵庫がいっぱいの方、瓶に入れておけば潰れないですね。キノコのパスタの定番、こってり系のクリームパスタを作ります。あっさりがお好みであれば牛乳を使ってください。編笠竹、ニンニク、玉ねぎ、あればエシャロット。香りを邪魔しないので鶏胸肉を使います。タイなどの白身魚でも OK。 塩コショウ、生クリームまたは牛乳、粉チーズ、玉ねぎと肉をコンフィにするためのオリーブオイル。ブイヨンはゆで豚、ゆで鶏を作った後の出汁です。固形コンソメで OK。 1カップ今日使います。干し編笠竹を水で戻します。3時間くらいから一晩で戻ります。3時間後です。干し椎茸と同様、戻し汁も使うわよ。編笠竹を縦半分に切ります。
キッチンペーパーで戻し汁をこします。4つ折りにしてロートにセット。ちょっと理科の実験を思い出す。なかなか綺麗。綺麗。美味しそう。鍋に紙笠竹とこした戻し汁を入れて煮詰めます。着火。換気扇も回す。一応沸騰しました。絶対に焦がしてはいけない。少しだけ汁を残して準備完了。ニンニクは2片。今回はみじん切りにせず最後に取り出します。お好みで玉ねぎ、エシャロットはみじん切りにします。鶏胸肉は薄切りにします。これくらいの大きさかな。少し塩をしておきます。オリーブオイルをたっぷりめに使って玉ねぎと鶏胸肉、ニンニクをコンフィにします。大さじ3ぐらい。弱火で油で煮る感じ。あまり高温でない状態から玉ねぎを投入。ニンニクも投入。弱火であまり温度を上げずオリーブオイルで煮るような感じです。玉ねぎが透明になったタイミングで鶏胸肉を投入。タンパク質がないと寂しいのとコクを出すために入れています。鶏肉も白くなって玉ねぎが焦げつきそうってなったところでブイヨンを少しずつ投入していきます。中火です。数回に分けて1カップ強入れました。紙笠竹を投入します。少しの戻し汁も入れます。よし、パスタ茹でるためのお湯沸かし開始。煮詰まってきたところで仕上げの生クリームです。200ml。 塩小さじ1くらいから適量。あとでチーズの塩分足します。軽く火を通して胡椒少々でソース完成。プロの味できた。パスタは今回リングイネの乾麺。お湯に少々塩を入れて時間通りの茹で時間または少し短め、お好みで。茹でたてをソースに投入。あえてあえて。紙笠竹のクリームパスタ完成です。粉のパルメジャーノレッジャーノとさらに黒胡椒。付け合わせはグリーンアスパラと菜の花です。季節感満載。いかがでしょうか。召し上がれ。まず紙笠竹はしっかりとした歯ごたえは肉みたい。おいしい。癖がないけどキノコの香りはあり。やっぱりクリームと合う。パスタにソースを絡めて召し上がれ。他に私が判別できて食べるキノコは卵タケとキクラゲです。出会いたいのは山鳥タケ、ポルチーニです。死ぬまでに会えるかな。ご覧いただきありがとうございました。バイバイ。また来てね。引き続き応援をよろしくお願いします。